ジェネレーションズデビュー11周年記念生配信スペシャル、よいしょー、ということで皆さん、まずはお手持ちのグラスを片手に乾杯まだグラス持ってる時間じゃねえから、あ、違うのこれ世の中、あ、そう、ね、ありがとう、ありがとうございます。本日ですね、2023年11月21日を迎えまして、ジェネレーションズデビュー11周年迎えました。ありがとうございます、ありがとう、ドリマーズ、ありがとう、ありがとうございます。12年目をね迎えるということですが、うおー、見てください、この暴風とこの素晴らしい景色を、皆さん今ね、あのどこに我々がいるか分かりますでしょうか、ね、皆さん、あのこれリモートの打ち合わせの画面の背景じゃないですから合成じゃないからね、合成ではございません、ガチでいるから、はい、さあということで、今ねコメントとかたくさんいただいてると思うんですけども、はい、我々今ですね端末の方をですね、あの誰一人ともとして持ってこないっていう凡ミスを犯しておりまして、わかんない、はい、コメントが今見れない状態なんで、ちょっと持ってきて、行って行って、あかん、もう歯がバリ冷たい、歯が冷たい、歯医者のあの乾かすやつやられてるみたい、もうね飲んでも飲んでも酔わないんですわ、寒くて今。なんだってみんな、どこだと思いますか、みんな、なんと北海道やんと、ほとんどの方が、なんで、本当だ、結構いるわ、なんで、しかもやっぱ景色で場所まで分かってる、どこどこやんまで、え、結構コメントで来てる、うん、やばいやばい、本当、いや僕ら今寄せ見てにいますよ、そうだよ、寄せ見て、寄せ見てだよ、アメリカの自然公園、国立自然公園、国立自然公園にいます僕ら、寒い、さあということでですね、はい、あの実は我々なんと北海道に来ております、ありがとうございます、ありがとうございます、朝4時、まあ、5時前ぐらいにですね事務所に集合しまして、はい、いろいろな、出来事もありながら、今日今この北海道の地にですねリアルタイムでいるわけですが、なんとですねこの前、一昨日ですね、ザ・ベスト有明公演の時にですね、一昨日か、あれのまだな、りょうたくんとメンディーさんからですね、はい、なんと11月21日のデビュー日当日にですねみんなで旅行に行きますという発表がありました、はいはい、で本当に今日の、まあ言っても本当4時間前ぐらいまでは、うん、僕たちがどこに行くのかもわからないまま、確かにね、そうだね、連れ出されてサプライズだよね、気づいたらなんと、今北海道にいるということで、今回りょうたくんとねメンディーさんが、はい、ジェネレーションズ7人のおもてなしプランということで、はい、北海道でいろんなことしましたが、もう言ってもいいんですかね、内容も言っていいんだ、内容はもう言ってもどうせ放送されちゃうから、お酒飲んでますね、え、これハイボールです、なんで お酒だけ飲んでたわけじゃないでしょ、なんか食べてたんでしょ、みんなで、俺ずっとお酒飲んだ、いや怖っ怖っ、日本酒2杯に今白ワイン2杯に白ワイン3杯だね、美味しいご飯と一緒にね、美味しかったですね、そう、美味しいね、ご飯、なんとお寿司の方ですね、なんとメンディーさんの、ご紹介でですね、職人さんにも来ていただいてですね、す目の前で握っていただいて、はい、お手つもなかったな、お手つもない、はい、うん、で人生初〇〇というのにね、チャレンジした方だったりとかね、ジェネレーションズね10年もう11年目、12年目なのか活動してますけど、はい、あ、今日初めて7人でやったこともあるよね、楽しかったということもね、後日 CL で配信しますので、皆さんぜひともね、お楽しみにしていただければなと思います、はい、まあで、生配信で、まあ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 で、寒くてごめんなさい、慣れてへんな、まあ、そこの生配信の方でもですよ、はい、皆さんにサプライズ用意してますので、まだ用意してんの、まだあんの、はい、俺ら本当に何も知らないんだよねマジで何も知らない、この生配信の内容でさえも僕ら今聞かされてますから、あったかいとこ行きますよ、あったかいとこに、あっち行こう、あったかいとこ行きましょう、火が待ってる、火が、はい、果たしてそれもあったかいのかどうかももうわからないよね、いやでもね、あ、いやいいね、でもねすごいいいね、わ、あったかい、あったかい、あ、あたたかかいわ、ここさっきのね、牛さんがいたとこだからね、あたたかかいわ、これ蚊が多い、完全に、あー、かいね、これはね赤い、わいしゃー、あたたかかかかいわ、くべてこ、くべてこ、わすごいよ、あたたたたたかかかかかいわ、あったかい、りゅうとくん、寒そうすぎ、寒いよ、りゅうとくん、だって場所マジで分からなかったから普通にライダースできたもんね、そうだ普通さライダース、そんな場所わかんないかったら普通東京の気温で来ちゃうよね
ライダースは寒いからね、基本、まあ、ダウンとかも用意してますから、風通さないはずなのにね、はい、うん、そうだよ、火の粉がね、まあこういう場所ですから、せっかく記念日なんでこういうね、はいはい、ちょっと区切りのいい暖炉を用意しております。これもスノーピークさん、これ、あ、これいいね、はい、ダウンも全部、ね、このダウンもでね、あ、そうなの、はい、我々ね今もう本当は私服だったんですけど、もう衝撃的に寒くてスノーピークさんのダウンを、うん、俺も聞こえてきてる、ありがたいわこれ、ありがとうございます、させていただいてます、ありがとうございます。テントもそうなんでしょ、テントもテントも全部ありますから。いやだってレオダウンの上にダウン着てるから、そう今日ダウントゥダウンだからね、ダウントゥダウン、ユノセン、すごい、あ、そうだ、うん、それは、あの、いや寒いですよね、これは、さすがに連れ去られた外国人設定ですあのツイートしてるから、あれ何なんですか、あれ、え、あれ、あの外国人、最近あのも、あの結構なんか起きたトラブルとか文句をあの大文字の英語でツイートしたりとかするんだよね今日ずっとあのしてた、なんかカメラクルーが嫌がるみたいな、そう、あの、Look this guy、 こいつはあの殺人犯だってまだ上げてました。いやでも気持ちいいですね。そうだ、 だからなんかすごい楽しいですよ、なかなかね、今年は10周年イヤーということでね、アニバーサリーイヤーということで全国各地回ってきましたけど、うん、なかなかこう7人揃ってゆっくりね、うん、旅に出るみたいなこともなかったので、なんかこう朝から7人揃って、あ、朝から7人揃ってみたいなところも後日いろいろありましたね、ハプニングしか今もうみんな揃ってるから、うん、あれ7人揃えてるのも意外と奇跡みたいなところもあるんでね、あ、そこもカメラ回してたの、回してたよ、朝からやってたよちゃんと事務所、え、ちょ、僕ら何のために事務所みんなでさってかさ、乾杯しよう、乾杯しよう、乾杯、あ、じゃあ、CL の配信ご覧の皆さん、授業中に見てますとか職場で見てますという方も、今は冷たい、片手に持っていただいて、それでは11月21日デビュー日に乾杯、おい、乾杯、おい、ジェネおめでとう、おめでとうあーシャミー、いやーブーいやー気持ちいいね、ただですね、改めて、まあ、まずはざっくばらんな質問になりますけど、10周年、はい、7人迎えてみてまずどうでしたか。いやもう全国いろいろ行ってきましたよ ね、まずは大きな感想でいいですよ、出たよね、全国回ったなみたいな感じで、ね、うらうら、なんかもうほんとずっと移動してたなっていうのと、なんか、うん、なんか今まで、まあ、武者修行とかで点々といろいろね、いろんな地域行ったりしてきましたけど、うんうんうん、なんかこんなに短期間というか短いスパンでいろんなとこ行っていろんなステージ行ったのがなんかね、すごい目まぐるしい1年だったなっていうのと、そうだね、あと今めちゃくちゃ日本に外国人っているんだなって各地で感じた確かにね、めっちゃわかる、すごいなんか俺過去一こんなにそう、ね、確かにすごいグローバルになってきてるなって、まあ大雑把ですけど、リュウト君どうですか10周年。いや楽しかったよね、まあいろんなことしましたしね、うん、もうなんか怒涛だったけど本当なんか幸せな日々だったなって感じましたね。リュウト君どうでしたか。なんかもう11月かって毎年思ってるけど、今年はもっと早かった。あでも今年俺も早かったかも。早いよね、だってちょうど俺が手紙読んだのから1年のことでしょ、うん、いやあのなんかあのわけわからん手紙の倒すぞ、泣きの芝居の本当に本当にっていうあの小学生の進むみたいなお前ら倒すぞいやこのテンションになってるのもね理由があるんですよね、いろいろ理由があるんですよ。どうですか